ボンジュー、フランスナント在住ののりです。今日の動画はフランスのジージーに教えてもらったパエリアをね作っていこうと思います。パエリアはねスペインの料理なんですけど、フランス人はね結構多くの人がバカンス先としてスペインに行く人が多くて、私たちのね家族もよくスペインにねバカンスに行くんですけれど、ということもあって家族みんなねパエリアがすごい好きで、でねジージがねこうみんなが集まった時とかにパエリアをよく作ってくれるんですよ。でジージが作ってくれるパエリアがすごい美味しいので、前にねレシピを聞いたことがあって、でジージがねこうワードにねこうレシピを まとめて送ってくれて、なので今日はねそのレシピを見ながらパエリアをね作っていきたいと思います。でね、ジージのレシピだとグリーンピースとかね豚肉とか入ってるんですけど、正直ねもうそれは入れてなくって、あのね具材は結構好きなものでも、でもパエリアはね結構適当に作っても美味しくできますので、皆さんもねぜひ自分流のねパエリアを発見していってもらえたらと思います。まずね、はじめにパプリカをグリルしていくんですけれど、これね結構時間がかかるので、これはねやってもやらなくてもいいかなと思うんですけど、一応ねあのジージのレシピだとあのパプリカをねこうグリルして皮を剥くっていう作業があるので、一応それにのっとっております。で続いてですね、玉ねぎをみじん切りにしていきます。グリル中のパプリカ以外のね材料はこんな感じなんですけど、お米、そしてイカ、エビ、ムール貝、日本だとねアサリとかでもいいと思います。そして鶏肉、みじん切りした玉ねぎ、そしてこっちは香辛料ですね、ターメリックと、あとねこれはねスペインの唐辛子なんですけど、これはねあってもなくてもね大丈夫です。そしてトマトピュレですね。でそれからあとねニンニク必要になるんですけど、うちではねこうやってニンニク麹をねストックしてるので、それを使っていきます。普通のねニンニクでも大丈夫です。一かけぐらいですね。さあパプリカにねいい焼き色がついてきたので、これぐらいのね焼き色がつくまでグリルすると皮がねスルッと簡単に剥けます。焼けたらねあの蓋ができるような容器に入れて、こうやってね蓋をしてしばらく置いておきます。そうするとねパプリカから出る湯気で皮がね剥きやすくなります。そしたらですね、具材に焼き色をつけていきます。まずね鶏肉から焼いて、鶏肉にね焼き色がついたら他のね魚介類も一通り、ムール貝以外のね魚介類にさっと焼き色をつけていきます。ちなみにですねパエリアに入れる具材は結構ね適当でも美味しくできるんですけど、やっぱりね貝とかエビは美味しいね出汁が出るんで入れた方がね美味しいと思います。お肉はね、入れても入れなくても、どっちでも美味しくできるかなと思います。もうそこはねご自身の好みで具材を決めてみてください。このね鶏肉から出た油は一旦取り出して後でソースに使います。こちらのエビはですね、すでにもうボイルしてあるエビなので、さっとね焼き目をつけるだけなんですけど、生のねエビをご準備される方はここでねしっかり焼いて火を通していきます。先ほど取り出した鶏肉から出た油を戻してソースを作っていきます。ソースにはですね、まずニンニク、そして玉ねぎを入れて軽く炒めます。そしてトマトピュレを入れます。
そしたらですね、ローリエを入れて、そしてね、鶏肉を鍋に戻していきます。パエリアをパエリアパンで焼くときっていうのはですね、お米に火を通すだけなので、鶏肉のね、火を通す作業はこちらのソースを作る段階で行っていきます。そしてね、鶏肉から出たソースもしっかり鍋に戻していきます。そしてね、鶏肉がかぶるぐらいの水を足して、鶏肉を煮つつ、そしてね、ソースも一緒に作っていきます。ここでですね、スペイン産の唐辛子を入れて、そしてね、イカも一緒に入れちゃいます。具材が全部入ったら火を弱火にして、鶏肉に火が通るまで煮ていきます。さあ、ここでパプリカの皮を剥いていきましょう。パプリカからね、出た湯気で皮がね、すごく剥きやすくなっているので、手で剥いていきます。さあ、続いてですね、火のついてない状態でパエリアパンにオリーブオイルとお米を入れていきます。このパエリアパンはですね、私たちはスペインに旅行しに行った時に買ったんですけれども、普通のね、大きめのフライパンでもパエリアっていうのはできるので、ぜひね、こういうのがなくてもご自宅にあるフライパンでぜひ作ってみていただけると嬉しいです。で、鶏肉が煮えたらですね、一旦中にある具材を取り出していきます。具材が取り出せたらターメリックを入れます。そしてね、ここで水を足していくんですけど、このソースがお米を炊いていくスープになるわけなんです。なので目安としては、お米の量に対してその3倍の量のスープになるように水を足していきます。そしてここで塩を入れて味を調節していきます。スープのね、準備ができましたら、お米をね、こんな感じで平らにしてスープをね、注いでいきます。作ったスープの3分の2ぐらいの量をまず一気にドバーッと入れていきます。火加減はずっと弱火で大丈夫です。そしてスープを入れたら、まずムール貝、そして鶏肉、そしてその他の魚介類、パプリカを乗せて20分ぐらい炊いていきます。でね、あとはもう様子を見ながら、時々ね、こうやって余ったスープをかけて、固めの焼き加減がいいとか柔らかめがいいとかっていうのは、このスープの量でご自身で調節してみてください。でね、パエリアパンの大きさによっては、均一に火が入るようにね、ちょっと時々パエリアパンの位置を移動して、まんべんなく均一に火が通るように調整してあげるといいと思います。それで約20分ぐらい炊いたら、アルミホイルで蓋をして蒸らしていきます。15分から20分ぐらい蒸らしたら完成です。Next to me. Yeah.